人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。毎日毎日必ず放送される新型コロナウイルス感染者、そして死者のニュース。今世界ではこの新型コロナウイルスでお亡くなりになった方が442万人を超えています。日本でも1万5600人を超えてますね。でアメリカでは62万8000人を超えているということで、バイデン大統領はこの新型コロナウイルスの起源を探れと5月末に命じて90日間の調査期間を与えています。ぼちぼち、今月末でですね、期限が来るということで、その内容が注目されています。先日もお話したように、テキサス出身の共和党でマイケル・マッコール筆頭理事は下院の公聴会でこの新型コロナの起源、武漢ウイルス研究所調査というのを発表しています。83ページにわたる、報告書なんですけども、彼はですね、武漢の海鮮市場からこう発症したということは完全に放棄する時が来たと、圧倒的多数の証拠が武漢研究所からの流出を証明していると言っています。この武漢なんですけども、私は上海とかね、香港は行ったことありますけど、武漢は行ったことありませんけど、武漢に詳しい人によると、私が推しているテキサス州、そしてダラス経済圏のようなところだということです。陸海空という観点から見ると、武漢は揚子江、長江とその最大の支流である漢江が合流するところに位置しているんで、海ですね、海運業が盛んです。ここは、メガシティで人口は1000万人を超えています。そして地図を見ると分かるんですけども、武漢の周りに、上海であるとか、広州、香港、そして北京とかですね、こうずらーっといろんな都市が小回りにあるので、どこに行くにもこの交通の便がいいんですね。そういった意味では、陸海空を制していると言えます。そして、イノベーションが盛んということで、これもテキサスと共通します。あと医学の研究も盛んで、だからですね、こういった武漢研究所が、あるんですね。そしてまたここは三国志の舞台でもあります。制作費100億円をかけて作った、レッドクリフという有名な映画がありますけども、その中でも、話題になっている赤壁の戦い、赤壁ですねの戦いも、この武漢から、車で1時間半ぐらいのところで、起こりました。中国はですね、この、研究に対して真っ向から反対していて、アメリカこそですね、アメリカの軍事施設、フォート・デトリックで、このウイルスが発生したということを、言っています。この調査結果が、楽しみなんですけども、武漢研究所は1956年に、中国の国家重点実験室として誕生しました。その後オバマ政権の時の、ファウチがアメリカではできない研究をここの武漢研究所に依頼して、2015年でしたかね、アメリカの国立衛生研究所が、その研究の委託として370万ドルを、資金提供しています。ですからこのアメリカとのパイプがあるんですよね。トランプ前大統領はもう最初から新型コロナウイルスの発症はこの武漢研究所だと言っていました。そして、マイク、ポンペオも、かなりの証拠があると言っていましたが、ファウチであるとか、
あるいは、中国、それで WHO、そういうところが、いやいや、これはもう動物由来なんだということで、まあ、それを、そういう説を押しのけたんですね。まあ、その後いろんな証拠が上がって、まあ、今では、まあ、世界のメディアは、この武漢、の研究所から、まあ、流出したという意見に傾いています。まあ、いずれにしろ、この武漢の研究所で、コロナの危険なですね、コロナの機能獲得実験が行われていたことはこれは間違いないので、そこから何らかの形で流出したと。でしかもですね、この流出したと言われているのが9月12日なんですよね。で9月12日ってことは、アメリカの9月11日、9/11の日なんです。でこの9月12日の深夜に、コウモリとかこのネズミに関するこのいろんな研究がですね、どっかにこう消えてしまったという、いろんなこう謎があるんですけどもね、どこまでこの真相を、アメリカが公表するかというところが楽しみです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。